今日45分間生放送でご案内をさせていただきます。私は若杉香織と申します。どうぞよろしくお願いいたします。すいません、ありがとうございます。すいません。では出港してすぐですが、右側からご案内をしていくと、たくさんの建物が建っておりますが、ここはすでにアメリカ海軍の基地となっている場所です。普段は一般の方もちろん入ることができません。奥には東京ドーム50個分の敷地が広がり、2万6000人の方が生活をしているんです。幼稚園から小中高大学、大きなスーパー、病院、ゴルフの練習場、野球のグラウンドから映画館まで何でもある場所です。しばらく右はアメリカの基地ということも覚えておいてください。そして早速右で先頭から今日2周目の船が見えてくるんです。あっ、黒い船体をした潜水艦がすぐそばに停泊をしている。今日潜水艦自体初めて見る方も非常に多いと思うので、カメラをお持ちでしたらぜひ記念に撮って帰ってください。潜水艦、簡単に見られるものではありません。普段はもちろん海の中で活動してます。日本全国でも横須賀と広島の呉のみの配備になるので、簡単に見られるわけではありません。そして今日はラッキーなことが一つありまして、よく見るとここにもう一隻、縦向きにも潜水艦が止まっているんです。お分かりいただけますか？この横から縦から一緒に見られることはそうそうないので、やはりシャッターポイントだと思います。ちなみに左側のお客様、今お写真撮りづらいと思うんですが、帰りまたここ撮りますから、ぜひその時に教えてください。ではそんな潜水艦、じっくりと見ていただくと、実は両方とも日の丸が上がっている自衛隊の潜水艦です。右はアメリカの基地とお話もしましたが、この中に海上自衛隊の潜水艦の司令部が置かれておりまして、普段から潜水艦だけはアメリカ側に乗ります。そして潜水艦からすぐ右手先を見ると、今度はグレーの船、頭の番号85番、こちらはアメリカ海軍のマスクギャンブルという名前の船です。実はすごく有名な船でして、おそらくご存知だと思います。この船こそがよくテレビで聞くイージス艦と呼ばれている船、ご存知ですよね。今日たくさん船ご紹介できるので、どの船がイージス艦だったかわからなくなってしまうと思うんです。実は簡単に見つける目印があるんで覚えてください。船の一番背が高い鉄塔のてっぺんから目線を下に落とすと、壁に八角形の白身を帯びた鉄板がペタンと1枚貼り付いてませんか？大丈夫ですね。あの鉄板を4枚付けた船がイージス艦なんです。今見えない後ろ側の壁、横の壁に3枚付いてます。今後こういった船見ましたら、鉄板があるかないかを探してください。4枚ある船が世界共通でイージス艦。では目印ばっちり大丈夫だと思うので、すぐ左側をご覧いただくと、左側にも巨大な船がたくさん停泊中。こちら側が全て海上自衛隊の基地。ここから見ていただく船は頭に番号があり、お尻に名前がついてます。ちょうど左真横の船は3508番練習艦鹿島という船。実は鹿島、普段横須賀ではめったに見ることができないんです。今日はラッキーですよ。広島の呉港を母港としている船、少し変わった種類でして練習艦という種類。実は海上自衛隊の1年生が実戦訓練をする船となっているんです。といってもただの1年生ではありません。防衛大学校を卒業したエリートの1年生が実習訓練をしています。そして上半期のリファーコに112番応援艦、多いと思います。この5色
一言で言ってしまうと、イージス艦はミサイル防衛に優れたすごいレーダーをつけた船です。遠くから同時に100発のミサイルが飛んできたとしても、すべてに的を合わせ、どれくらいの時間で飛んでくるか、どれくらいの高さを飛んでくるか、どのミサイルをどの順番に撃ち落としていけばいいのか、すべてコンピューターが自動で判断をしているんです。判断にかかる時間がすごい、たくさんの時間がかかる一瞬です。ですが、レーダーと聞くと回るものをイメージされると思います。回っていると視覚ができるんですが、この視覚をなくすためにイージスさんのすごいレーダーは回していきません。どうしたかというと、あの八角形の鉄板の中に目のような細かなレーダーをぎっしりと詰めてしまったんです。300名なんです。海上自衛隊で一番大きな船で500名です。